とことんやりこむ、どうも、なおじんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、コマくんだけで、ラスボス、行きます。タイムアタックで倒そうと思う。まあ、コマくんがね、威力がないのよ、必殺技の。まあ、スピリットは2435あるんだけども、そんなにダメージは、期待できないところだね。まあ、メラでも言ったけども、なんだろう、普通のキャラクターって弱いのよ。ジンペイとかノズチか強キャラは、まあ、段違いに強くて、そうじゃないやつってすごく弱いのよね。まあまあ、どんぐらいで倒せるかな。行きましょう。どれぐらいでいけるだろうか。まあ、とにかく、芸能人ダフトの、攻撃力倍を最大限活かして、いつも通りね、倒していきます。で、必殺技の回復はね、入れてきてないのよ。全部、コメントビームのみ、できてる。の方が、まあ、早く倒せるでしょ。よし。OK かな。あぶねえ。で、コメントビームそんなにね、待ち時間が長くなくてよかった。でも威力はこんなもん。威力こんなもんよ。まあ、それはね、もう仕方ない。だって、ヒーラーだもん。コマくんはヒーラーだから仕方ない。よし。とにかく、攻撃を避けて、攻撃力アップを維持していく。それだけを注意していきましょう。でもメラよりなんかね、早く倒せる気はする。必殺技の使用頻度が全然違うもん。メラも多分、何がいいかな、110ナックルあたりかな。あれだったら確か、おい、避けた感じになってないぞ。あれだとね、多分そこまで、待ち時間がないと思うんだよな。それだったらば多分もうちょっと早かったろうと思う。まあコマくんではちょっと早めに行くよ。いやー、で結構このコメットビームが範囲が広いね。かなり先の方まで飛んでくれるからいい。あ、ちょっと待って、防御力は結構ねえな。危ねえ。でもね、最近ノズチカを結構使ってたから、あれ基準で考えると、他のキャラって、もう走行神なのよ。あれを基準に考えるとダメだな。もう全然、ダメージが違うもん。あいつもほんと防御特化すれば、ここら辺の敵の攻撃なんて、どんぐらいだろうね、2、300に抑えるからね。あと一発なのに。まあ次までは、持ち越せはしないかな。まあ一応持ち越せる感じにして倒そう。はい。ギリ持ち越せるよ。確かね。はい。まあ、とりあえず早くして。でもきつい。きついわ。もうちょっと早く倒したかったけども、まあまあヒーラーだからさ、コマくんはそれがここまでやれるってことで十分じゃない。よし、攻撃力は維持できてる。 OK、 いいねいいね。クリティカルで2万いかないか。あ、飯食ってないからね。飯を食えば2万はいくかな。新名食べてちょうど2万ぐらいじゃないかな。早く来て、早く飛べ。あ、嘘。ちょっとね、あれだな、俺ヘッドホンが欲しい。ヘッドホン欲しい。ヘッドホンがないとね、こいつの声が聞きにくいのよね。
自分で喋りながら。こいつの和音の声に行って反応して避けるから、よし、オッケー。うわ、めっちゃ暗い。待って、コンバトラッシュに突っ込むとこんな食らうか。普通のキャラはまあこうだわな。よし、まあ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 、まあ、いいんじゃない、いいんじゃない。うわー、そうか、 HP の高さもこれが普通だよ。 HP がノーズ力が高すぎるからね。ちょっと待って、ダメだ。ここで一回リセットされるわな。仕方ないね。よし、一回、あ、もうコズミここに飛び込むとさ相当やばいんだ。よし、あと一回ぐらいで多分マックス。オッケー。コマ君動き早いよね、動きが。いや、全然ダメージ与えきれん。こんなもんなの？全然ダメージが入んない。これがまあまあ、ノーマルキャラですよ。ノーマルキャラこんなもん。よし。でもむしろよう戦えてるよ。うん。褒めておこう。よく戦えてる、コマくん。ちょっと取りたい、取りたい。行くよ。よし、あー、このタイミングは難しいんだよな。よし、よっ、よっ、よし、一回取れた。芸能人ダクトはね、あまりおすすめの職業じゃないよ。それ言っときますけど、おすすめはしない。ただ一人で行くときにはもうシャアなしで使う感じ。なんだろうね、パーティーとかではね、本当にね、おすすめしないよ。とてもじゃないけど使いにくいもん。ただ強いよ。強さはまあ保証するけど、その分でも上級者向き。うん、いったもうやめてくれよっ。あー、ダメだ、またコズミクラッシュか。あー、遅い。今日もこれ遅い。まだまずは1万いかないってダメだよ。1万いかないとちょっとボスにはダメージは与えられないね。まっまっ、よし、これ攻撃力がマックス。よし、攻撃力マックスになったよ。 OK、 ここでダメージを与える。これで本気になるね、敵は。よし、もうちょい。こんなもんだよ、こんなもんだよ。やば、おいしゃ、この感じだわ。うん、一般のキャラクターっていうのは。おい、ちょっと待って、そこに重ねてくるのやめてくれ。やばい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 。 OK、 これ稼ぐ。よし、あぶねー。はい、変身で攻撃力を上げていく。よし、今3段階ぐらいか。3、まあいいか、撃て、撃っとけ。おう、おう、ああ、おお、やばい、クリティカル食らった。ちょっと待て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 、やばし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 、あぶねえ。え、ちょっと待って、俺宇宙服装備してた気がするんだけどな。宇宙服ってクリティカル食らわないんだよ、なんで。え、これ宇宙服装備してた気がするんですけども、気のせいかい。はいはいはい、まあまあサクッと倒しちゃう。もうちょっとね、もうちょっとだから、サクッ
取ってわけじゃなかったけども、よし、やばいやばいって、それと一緒に来るのがやばいやばいやばいそれも重ねるな、重ねてくるね、やばい、あと一発食らえば死ぬいや大丈夫大丈夫、いけるいける、注意していけばね全然いけるのよ。うん、やっぱスピード重視にするとちょっと厳しくなってくるんだけどね。 OK、 あー攻撃力が戻っちゃうんだよね。よし、これ攻撃力を元に戻して、よっしゃ、もうちょっとだ、やばい気するけど、あーもうやばいぞ、あー危ねー、やべやべやべ、またまたですかあなた。あ、でもなんか回復した、よかったよかった、はい、これ受ける、はい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 、音さえしっかり聞ければね避けれるんだよ音さえしっかり聞けば、よし、攻撃力がマックス、決める、いった、あぶね、あー、あとちょっとあと一発、あと一発です、あぶね、危ない、攻撃力上がってる、あと一発で倒せる、よし、たまれたまれたまれ、オッケー、いやー遅すぎ、でもまあこういう感じでしょうよ、うん、こういう感じ、はい、まあコマくんはこれぐらいの時間で、結構ギリで倒すことができましたけど、はい、どうでしょうか。まあ、またね、他のキャラでもやってみます。もう、おそらくだけど、陣平のづちか以外は、高速で倒すこと無理だわ。これは分かった。ダメージが違うもん。はい。まあ、とりあえずね、またタイムアタックやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。